はい、今回はですね、ダリオ・アルジェントがギャスパー・ノエの映画に出演するというお話とですね、まあ、それについての少しですね、徐々にこう情報が出てまいりました。あとですね、新作ですね、新作オッケアリネーリ、ダリオ・アルジェントが、新作を撮っているということになるわけですけれども、これについてのですね、まあ、徐々にこれもですね、ちょっとずつ小出しになってきましたので、まあ、それをですね、現地の、ダリオ・アルジェントに対するですね、インタビューのですね、まあ、記事をもとにですね、お話ししてみたいと思います。ということで、いろいろとですね、前半あれですね、ギャスパー・ノエの新作にダリオ・アルジェントが出たというお話とですね、後半についてはですね、ダリオ・アルジェントが今後撮っていくですね、オッケアリネーリ、黒い、グラスですね、黒いメガネについてのですね、まあ、出演者の話であるとかですね、まあ、どのような形になっていくのかというようなところをですね、お話ししたいと思いますので、最後までお聞きいただければと思います。ということでですね、早速ギャスパー・ノエの新作ですね、こちらのボルテックスという作品、渦という意味ですけれども、こちらにですね、こちらがどうして有名ニュースになったかというと、カンヌ映画祭ですね、カンヌ映画祭にこの度ですね、出品されるということが決まってですね、カンヌ映画祭は今年で74回ということで、7月6日から17日までカンヌですね、フランスのカンヌで開かれるということで、オンサイトですね、いうことになりました。ということで、ギャスパー・ノエの新作ですね、かつてですね、3月ぐらいからですね、ダリオ・アルジェントはですね、ギャスパー・ノエの新作に、役者として出ているという話はしていたんですけれども、この度、まあ、無事にですね、7月には上映できるということで、まあ、意外に早かったかなという印象なんですけれども、やっとですね、見ることができるということですね。で、こちらはですね、まあ、カンヌだとね、コンペティション部門とかね、要するにパルムドールを競うコンペティション部門だとか、監督週間とかですね、いろいろな部門があるんですけども、こちらのですね、ギャスパー・ノエのボルテックス、プレミア部門ということで、プレミアという形でですね、上映される部門で上映されるということになります。したがってですね、まあ、こちらについてはですね、まあ、どんな映画なのかなということなんですけども、まあ、ギャスパー・ノエは、まあ、57歳。ということですね。まあ、フランスのね、監督ですけれども、なかなかこう、毎回問題作が多いですよね。こうね、なかなかこう、レイプを扱ったりですね、非常にこう、なんかこう、悪の強いね、すごく凝った映像だったりですね、するということで、まあ、これ、ギャスパー・ノエを語るだけでもですね、本当にこう、何時間でもお話できるような感じの監督だと思いますけど、まあ、毎回ですね、問題作という形でですね、世の中に問うてきたということになります。その中でですね、まあ、どんなような映画になるんでしょうかということで、まあ、これ短い話でですね、紹介文が載っていて、それ以上のことはですね、公にはまだ発表されていないんですけども、まあ、ローカップルですよね。もう、まあ、かなり老衰しているローカップルの、まあ、最後の姿を描くというような作品になっているということです。ということで、まあ、ローカップルの最後というとですね、どんな映画があったのかなってちょっと考えてみたんですけど、まあ、これカンヌということでですね、賞を取ったということからすると、ミハエル・ハナケの アイ・アムールという映画が2012年の作品ありましたけどね、あれはやっぱり老夫婦ですよね。老夫婦ではもう、なんかこうね、やはりこう、かなりこう、なんですかね、認知能力が低下しているようなね、老夫婦の話で、まあ最後にね、まあいろいろな衝撃的な、展開があるわけですけども、あれもなんかかなり衝撃的な映画でしたけどね、老夫婦を描いてるね。まあ、あれとは違うんでしょうけども、まあ似てるようなね、世界観といいますかね、まあ設定的にはね、近いものがあるのかななんて考えているんですけどね。まあただ、まあ、ハネケと、まあ、ギャスパー・ノエってね、だいぶ作風が違いますのでね、まあかなりどんな感じになるのかなっていうのはね、今からこう期待なんですけどね。その中でですね、どういう役を演じるのかということがね、やはり重要だと思いますしね、ということをね、ちょっと続いてお話ししたいって思うんですけど、まあ、ダリオ・アルジェントにこれインタビューをね、きちっとやってですね、まあ、ライターの方が書いてるんですけれども、ダリオ・アルジェント、さすがにですね、自分の映画だったらね、ある程度コントロールできるのかもしれませんけど、やはりね、ギャスパー・ノエの作品ということですのでね、やっぱり守秘義務ですよね。やっぱり話してペラペラ喋ってね、漏れてしまうというのは非常に困りますので、まあ、守秘義務があるということで、内容についてはですね、まあ、多く触れることはないということで、まあ、内容についてはね、いくらインタビューしてもですね、答えてくれることはなかったわけですけれども、まあ、主役であるということはまあ、ね、お話ししたので、まあ、基本的にこうちょっとですね、ゲスト出演とかではなくて、まあ、基本的にはですね、こう老夫婦の中の一人ということですね、まあ、主演扱いということでね、基本的には主演であるということですね。で、まあ、ダリオ・アルジェントはまあ何日もパリを歩いたということで、ね、まあ、結構いろんなところでですね、もう長時間にわたってですね、主役を演じたということで、まあ、なかなかね、アルジェントの役者としてデビューということですのでね、今回ですから、カンヌ映画祭に出品された際にはね、カーペットで夫婦揃って多分歩くのかなって感じで、タキシード着てですね、ダリオ・アルジェントもね、今度監督ではなくて役者としてレッドカーペットの上を歩くんではないかなという気がするんですけどね、まあほぼ確定だと思いますけどね、まあそんな形で
面白いね、風景を見ることができるかなと思いますけどね。ということで、まあ、どんな形で撮られたのかというところなんですけども、基本的にですね、この、このボルテックスの場合、脚本がないというかね、基本的に脚本が用意されて、まあ、当然ですね、ギャスパー・ノエのサイドにはですね、脚本があって、きちっと構成はされていてですね、まあ、準備はされているというふうに思いますけども、まあ、ダリオ・アルジェントに対してはですね、まあ、脚本が渡されなかったそうなんですね。したがって、やっぱり即興演出とかね、日本でもありますよね、基本的にこう、できているんですけども、その場でですね、即興で演じてもらうというような手法を取っている監督もいますけれども、まあ、こういう手法でね、このボルテックスは取られたということで、まあ、基本的には、まあ、脚本がないということで、まあ、ダリオ・アルジェントは 90% 即興で演じたということなんですよね。ということで、まあ、ですのでね、一回やってですね、もう一回やってくれというのは多分できないだろうということで、まあ、忘れちゃいますっていうかね、そもそもね、もうダリオ・アルジェント80歳ですからね、記憶力が落ちてるのかもしれませんけど、まあ、同じことをね、二度やるということはないだろうということで、90% 即興でね、その場でこう、次々にですね、演技をしていったということなんですよね。まあ、ちょっとその辺が逆に自然に出てるのかね、アルジェントっていうとね、もう本当に映画の方ではね、映画監督としてはね、超ベテランですけども、役者としてはですね、まあ、事実上主役をやるというレベルのね、演技は初めてということですのでね、まあ、どういう形にできてるのかなっていうのはすごく期待がありますけど、まあ、そもそもギャスパー・ノエとの関係ですね、まあ、これがどういったところにあったのかというと、まあ、何年もね友人関係であるということで、まあ、昔からのねこう知り合いであったことは間違いないわけですよね。でダリオ・アルジェント自身もですね、やはりこうノエの映画ですよね、ギャスパー・ノエの映画というのはこうよく見ていて好きであるということですよね。まあ、ですのでね、まあ、なかなか世界観なんても、ね、近いものが私はあると個人的にはあると思ってるんですけどね、まあ、撮影監督なんかもですね、なかなか同じ撮影監督を使っているというのもありましたしですね、そういうことがデッサイトなんかね、一緒でしたよね、いうことで、まあ、ノエの映画は好きであるということですね。で最初ギャスパー・ノエからですね、ダリオ・アルジェントに対して出演してくれないかというオファーが来たということなんですけれども、やっぱりねギャスパー・ノエ自身もあれですよね、こうアルジェントをキャスティングしたいというのはやっぱりこう普通の発想じゃないですよね。監督としてはいいですけどね、まあ、やっぱりこうキャラクターといいますかね、まあ、ダリオ・アルジェントってこう世の中にテレビに出たりですね、こう出好きだったりね、こう世の中比較的露出の多い監督ですけど、まあ、まさかですね役者をやってくれというふうなことにはなかなか夢にも思わないところがあるでしょうし、まあ、アルジェント自身もですね、ちょっとうまくできるのかどうかちょっと心配だったということで、ちょっと躊躇したということなんですけれども、まあ、ちょっと思い直したということで、まあ、今までですね、私は、まあ、多くの人々を演出したということで、もともとですね、まあ、演出という形で、まあ、役者を、いわゆる演技指導ですよね、演技指導というか、いう形でですね、まあ、演出をしてるわけですね、演技についても。したがってですね、自分が人の演出をしてるんだから、まあ、自分もできるはずだというふうに思い直したということですね。まあ、元々だから自分が演技やらなくてもね、監督というのはこうね、自らがね演技をしなくても、まあ、多くのね現場を積んでますのでね、まあ、自分でも当然できるんではないかと、まあ、見るのとやるのってだいぶ違うなというところもないわけではないんでしょうけれども、できるということですよね。ですのでね、多くのね監督も比較的こうね役者として活躍されている方も多いですよね。まあ、役者がね監督やるってこともありますし、まあ、そういった形でですね、限りなくね、できるんではないかということで、まあ、自分もできるはずであるというふうに考えて、まあ、今回ね、出演をすることに決めたということなんですよね。ということです。で、あとまあ、どうしてもね、やっぱり自分は、ダリオ・アルジェントは映画監督ということですので、まあ、自分の映画とのつながりっていうのは、このね、作品にあるんでしょうかというような質問があったわけですけども、まあ、これについてはですね、まあ、夢の側面ですかね、夢というのはね、ダリオ・アルジェントはこう、自分の見た夢を映像化しているとかですね、まあ、そういったことを公言してますしですね、まあ、夢を映画に導入すると、自分の見た夢ですね、それを導入するとかですね、ファンタスティックな側面とかね、そういったいわゆるこう夢だったりこう幻想的な、まあ、フレーズといいますかね、そういったものをこう映画にこう導入していくってことはよくあるんですけども、このギャスパー・ノエの作品もですね、やはりこういった面があるんではないかということですね。まあ、そういった分析をされてましたね。まあ、ただですね、やっぱりこう監督でクリエイターですのでね、まあ、ギャスパー・ノエにはギャスパー・ノエの道がありますし、ダリオ・アルジェントはダリオ・アルジェントの道があるので、まあ、完全にクロスオーバーするとかですね、まあ、そういったことではなくて、やっぱり個性の強い監督ですのでね、やっぱりこう人の真似をするとかね、人から影響を受けたってことはあまり言いたくないのかもしれませんけれども、特にですね、ダリオ・アルジェント80でギャスパー・ノエ57ですからね、まあ、まあ、20歳以上年下ですのでね、まあ、やっぱりこう似てる面はあるんでしょうけれども、やはりこうね、独自の道を歩んでるということをね、インタビューの中では強調されていらっしゃいましたね。はい。ということでですね、まあ、こういった形で
ギャスパー・ノエのね、ボルテックスについてはこんなような話だったわけですけども、まあ、本当にね、カンヌ映画祭のレッドカーペットに主演女優とね、歩いていくと、まあ、夫婦を演じたね、形ですよね。まあ、先日といいますかね、昨年はダリオ・アルジェントのね、長いパートナーだった、長きにわたっているパートナーだったね、ダリア・ニコルディも亡くなったということもありますしね、ちょっとなかなか寂しいところもあると思いますけどね、まあ、こんな形でね、夫婦を演じてもらえるんではないかなと思います。で、次にですね、キアリネーリ、ダリオ・アルジェントの、まあ、事実、今、これから撮影に入る最新作ということになりますけど、キアリネーリ、まあ、英語にするとブラック・グラッシーズということで、まあ、黒いメガネですね。黒いメガネというのは、いわゆる視覚障害者がかけるメガネということですので、まあ、主人公はですね、目が見えない女性であるということまではね、過去の脚本で書かれていることですので、まあ、その辺までは判明しているわけですけども、まあ、どういう映画なんですかということでですね、これも質問があったんですけども、やはりですね、これはやはりこう、ジャーロだったらスリラーですので、やはり話についてはちょっとご遠慮いただくということで、中身についてはですね、やはりこれダリオ・アルジェントも口が固かったということで、ストーリーについてはね、触れることはなかったんですけども、やはりこうジャーロであると、スリラーであるということですね。あと、ロケの場所なんですけれども、基本的にはですね、ダリオ・アルジェントってこと、例えば、サスペリアパート2であればトリノだったりですね、で撮ってます。まあ、トリノで撮影するってこと多いですしですね、例えばサスペリアであればドイツだったりですね、そういうことでフェノミネであればね、スイスだったりということで、まあ、海外で撮ることも多いんですけども、キアリネについては、まあ、ローマですね。ダリオ・アルジェント、まあ、ローマの出身ですしね、ローマに住んでますので、まあ、ローマとローマ近郊に、まあ、ツアーをやって撮影していくということで、まあ、近場で撮るということですよね。まあ、いうことです。であとは出演者についてなんですけれども、これはですね、だからちょっとこれは今回新しいニュースだと思うんですけど、まあ、アーシア出るの出ないのって話で、まあ、主演やるのかどうかっていうのもね、いろいろと話が前からあったわけですけど、アーシア・アルジェント、まあ、主演ではなくてですね、出演者の一人ではあると、出演者の一人は出るということなんですよね。まあ、出ないんじゃないかという話も以前あって消えたと言いますかね、話が出たり消えたりしてたんですけど、アーシアは出演者の一人だということで、現時点ではアルジェントはそういう話をしています。あとですね、その他の出演者ということで、挙げられた名前がですね、イレニア・パストレッリという女優さんですね。1985年12月24日生まれということでですね、まあ、30代のね、半ばの女優さんですけれども、これごイレニア・パストレッリってご存知ですかね。日本だとですね、これイタリア映画祭でも上映されて結構好評だった作品でですね、まあ、劇場公開もされてますけど、2015年の、ね、作品なんですけど、皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグというね、鋼鉄ジーグね、日本のアニメーションって言いますかね、漫画ですよね、漫画の鋼鉄ジーグをこうモチーフにした、皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグという映画があったわけですけど、あそこのですね、あれですね、アレシアというね、鋼鉄ジーグですね、ジーグロボットですね、に憧れている、まあ、いわゆるこう、なんですか、恋人っていう形になるんでしょうかね、まあ、主演女優ですよね、主演女優という形で、アレシアという、ちょっとこうね、少しぶっ飛んだ感じのね、女優さんのキャラクターいましたけど、まあ、彼女ですね、彼女、そこで見たことがある方も多いんではないかと思いますが、イレニア・パストレッリということで、まあ、それほど有名ではないんですけども、ダリオ・アルジェント自身はですね、まあまあ、彼女の映画を見てですね、すごく面白い女優さんだということで決めたということでですね、まあ、すごく有名な女優はいらないということを言ってましたね。ですのでね、あまりこう、著名なね、俳優だったりするとですね、どうしてもそこに引っ張られたりするということもありますしですね、まあ、ダリア・アルジェントのカラーが出ないということになりますのでね、今回はこのイレニア・パストレッリが出るということで、まあ、それほど有名ではなくてもですね、まあ、やっぱりこう自分の世界観をね、出してもらう女優さんがいいのではないかということですよね。あとステーシー・マーチンというのが以前話が出てたんですけど、まあ今回はね、その話が出てないので、ちょっとどうなったのかって少しわからないところですよね。はい、であとはね、カンヌについてということでもう一回、あとはあったんですけど、カンヌの映画祭ってどうですかということで、やっぱり嬉しいですよね。監督としてですね、ダリオ・アルジェントのドラクラの時もですね、カンヌで上映されてですね、なかなか あちらはですね、ちょっと評価的には厳しかったという話は聞きましたけども、まあ、評価は別にしてですね、まあ、いろいろな、非常にこう出ること自体がお祭りですしですね、世界中から多くの人々が来て、いろんな人に会えると、まあ、非常に楽しい場であるということですのでね、カンヌに行くことはすごく期待しているということですよね。まあ、やっぱりカンヌに出るとね、監督でも役者でも憧れの場所というのはね、やっぱりカンヌ映画祭というのは少しあると思いますのでね、やっぱりこう、ダリオ・アルジェントも人の子なんだなって感じしますけどね、まあ、カンヌはね、まあ、アルジェントにとっても嬉しいし、まあ、このね、ギャスパー・ノエの新作が上映された際にはですね、当然、
彼女にねゲストとして行くということがね予定されてると思いますのでね、まあ、その辺も何かのことでですねニュースが出たりするんではないかなと思って期待はしています、ということですね。であとはパンデミックの話なんかも出てですね、まあ、怖い思いをして、まあ、どうでしたかという話もあったんですけども、やはりこうねずっと家にこもっていてこうね感染対策がすごくしっかりしたということで、まあ、100年に1回の危機を私はなんていうんですかね、その体験したというようなことを言ってましたね。あとはまあ非常にこれワクチンの重要性ということを強調されてましたね。やっぱりこう、まあ、高齢者ですのでね、アルジェントにとってね、一回かかるとね、非常にこう大変なことになりますけど、ワクチンを打ってからね、安心したということでね、やはりその辺はしっかりしてるかなと思いますね。ということで、まあ家にこもっていたということでね、まあいろいろサッカーとか見たんですかみたいな話もあったんですけど、あんまり見てなくて、諸行主義だから、面白くないみたいな話をしてね、いましたけど、あとは、まあ役者としてね、一回こうやったんですけど、まあ、今度またやるつもりはありますかみたいな話をしたんですけど、もういいよということでですね、まあ、一回だけね、人生に一回だけやればいいよということで、まあ、もう、あれですね、最初で最後の、まあ、役者だなというような話でね、このインタビューは終わってたんですけどもね、まあ、そんな形でですね、まあ、結構ですね、まあ、こんなような状況がですね、ダリー・ワルジェントも、こう、で元気なんだなということがこのインタビューで明らかになりましたけどね、まあ、ちょっとずつね少し、まあ、全面的な話ではないですけども、まあ、こんなようなねお話を聞くことができましたのでね、まあ、今回はねこういう最新のね状況についてお話ししました。はい、ということで、まあ、今回は以上ということにさせていただきたいと思います。